去年10月、高松市で父親を殺害し遺体を焼いたとして殺人や死体損壊などの罪に問われているペット関連会社の元役員の裁判が始まり元役員は起訴された内容を認めました年老いた犬を引き取って世話をする事業などをしていた高松市港南町の会社の元役員林田隆被告は去年10月、自宅を兼ねた会社事務所の敷地で父親を殺害し 敷地内にある焼却炉で遺体を焼いたとして殺人や死体損壊などの罪に問われています今日高松地方裁判所で始まった裁判員裁判で林田被告は起訴された内容に間違いはないと認めましたこの後検察側は勤務先の社長だった父親が3年ほど前から被告の勤務態度などについて周囲に不満を漏らしていたことや去年の夏被告が父親から 会社を辞めて自宅兼事務所から出ていくよう伝えられた際に会社を売ってほしいと申し出ていたことを明らかにし被告が会社を自分のものにしようという思いもあって父親の殺害を決意したと指摘しました一方、弁護側は被告が仕事を辞めるよう告げられたことで父親に不満を募らせていたところ事件当日にお前が会社に来てから何をしてくれたんやと言われて感情が高ぶり 父親が持っていた金槌で衝動的に殴ってしまったと述べ事前に殺害を考えていたという検察の主張を否定しました判決は今月13日に言い渡されます